生まれた家。私が成人するまで、叔父は生まれた家に関して集めたノートと資料を見せてくれなかった。昔かたぎの一夫類氏は分別ある保守派で、自分がその場所に興味を持っているのにもかかわらず、若い者の考えを異常な方向に向かわせてしまおうとは思わなかった。彼自身の考えでは、単に建物と土地が特に不衛生な状況にあるとみなしていて、異常性とは何らの関係もなかった。が、自分の興味をそそる原因となった絵でも見るかのような異様さが、少年の空想的な心に、あらゆる様態の不気味な想像上の連想を持ち込むであろうと分かっていたのだ。医師は独身だった。白髪で、綺麗に髭を剃った昔風の紳士で、郷土史家として名高く、しばしばシドニー・S・ライダーやトーマス・W・ビクネル、といった保守派論客と感化を交えた。ノッカーと鉄のしがらみのある階段を備えたジョージ王朝風の家屋敷に一人の召使いの男と住んでいた。この屋敷はノースコート街の急な上り勾配に危なげに乗っており、脇には昔のブリックコートとコロニーハウスがあった。1776年5月4日、この議会デカの祖父。1772年に英国海軍武装スクーナー船、ギャスピー号を焼き払った著名な史略船船長。ワイップル船長のいとこは、ロードアイランド植民地の独立のため一票を投じたのだ。地面ついた低い天井、カビ臭い白い羽めいた、彫刻のある重厚なオーバーマントル、ツタの絡まる小さなガラス窓、こんな図書室の中で彼は先祖代々の記念物と記録に取り囲まれており、その中にはベネフィット街の生まれた家に関する怪しげなほのめかしがあまたく含まれていた。問題の汚染地点は目と鼻の先だった。ベネフィット街はコートハウスの軒先を切り立った丘に沿って走っていた。最初の入植者たちはこの丘を登るように町を作ってきたのだ。成人になり、またねだり倒した結果、とうとう私は自分が探していた秘蔵の伝承を叔父から引き出すことに成功し、なんとも異様な年代記を目の当たりにすることができた。その一部は長たらしい統計学と退屈な経図学で、薄気味悪い粘着質の恐怖と並々ならぬ悪意の連綿たる糸が一筋通っており、私は善良な石以上に印象付けられた。バラバラな出来事同士が不可思議にもぴったりはまり合い、一見関係なさそうな細部におぞましい可能性の鉱脈が潜んでいた。私の中に新たな好奇心が燃え上がった。これに比べたら少年時代の好奇心などひ弱な年々に過ぎなかった。最初の驚きはやがて徹底的な研究となり、最後は背筋が震え上がるような探検となって私自身と私の肉親に不幸な結果をもたらしたのである。というのも、結局叔父は私が着手した探索に合流させてくれとせがみ、問題の家において私とある一夜を過ごした後、帰宅することが叶わなかったからだ。叔父の長い一生は名誉、特攻、良識、博愛及び学問の身から成り立っていたのであり、この親切な人を失った私は一人ぼっちになってしまった。私はかの思い出として聖ヨハネ教会の墓地、ポーが愛した場所だ、に大理石の壺を建立した。そこには大きな柳の木立が隠れていて、灰色の大伽藍とベネフィット街の家々及び土手の壁の間に墓と石踏みがひっそりと異臭している。土器の迷宮のただ中に始まったこの家の歴史だが、建築にあたっても、それを建てた富裕で名誉ある家族についても不吉な点は何一つとしてなかった。だが最初から一つの小さな汚点があったのは明らかで、それがすぐに強調へと膨れ上がっていったのだ。注意深く集められた叔父の記録は1763年の建築から始まり、建物の歴史を事細かに追って、とんでもない量になっていた。生まれた家の最初の住人はウィリアム・ハリスとその妻ロビー・デクスター、および二人の子供であるエル・カーナー、1755年生。アビゲール、1757年生まれ、ウィリアム、ジュニア、1759年生まれ、ルース、1761年生まれだった。ハリスは有力な商人であり、また西インド貿易に従事する船乗りで、オバデヤ・ブラウンと老いたちによる帽子会社と取引があった。
1761年にブラウンが亡くなった後、新しいニコラス・ブラウン商会は彼をプロビデンスで建造された120トンのブリックセンプルーデンス号の船主にした。それで彼は結婚以来の願いだった新居を構えることができるようになったのだ。彼が選んだ土地は、ゴミゴミしたチープサイドの上、丘の側面に沿って伸びる新しくファッショナブルなバック街の中で、近年道をまっすぐにする改良工事が行われた部分。彼が望むすべてを備えた場所であり、その地にふさわしい建物だった。ほどほどの資産家が贖いうる最高の物件で、ハリスは家族が心待ちにしている5人目の子供が生まれる前に大急ぎで引っ越した。この子は12月に生まれたが、死産だった。これから1世紀半の間、かの家で生きて生まれた子供は一人もいなかった。次の4月、子供たちの間で病が起こり、その月が終わる前にアビゲールとルースが死んだ。ジョブ・アイブス医師はこの災難を幼児の熱病だと診断したが、それはむしろ単なる憔悴ないし衰弱に過ぎないという者もいた。それが何であったにせよ、伝染性と見えて、続く6月に2人の召使いの一人ハンナ・ボーエンが同じ病で死んだ。もう一人の召使い、エリ・リッピソンはいつも力が入らないとこぼしていて、メヒタベル・ピアスが突然ハンナの後を継いで雇われなければ、父親の住むレホボトの農園に帰るつもりだった。この彼も翌年死んだ。それは確かに悲しい年だった。ウィリアム・ハリスその人も死んでしまったからだ。彼はこの10年というもの仕事のためにドド・マルティニークに留まっていたが、そこの気候が体を痛めたとでも言うかのように。家父となったロビー・ハリスは夫の死の衝撃から立ち直ることができず、2年後に最初のコエル・カーナーが行くと、これが彼女の理性に対する最後の打撃になった。1768年、彼女は軽い狂気の犠牲となり、その後家の上階に幽閉され、未婚の姉であるマーシー・デクスターがやってきて一家の面倒を見ることとなった。マーシーは朴訥とし、痩せて骨張った体格で、力が大変強かったが、この家に到着して以来目に見えて健康を損なっていった。彼女は不運な妹に大変よく尽くし、たった一人生き残った甥のウィリアムに特別の同情を寄せていた。この甥は生まれた時はがっしりした赤ん坊だったのに、病気がちでもやしのような少年になっていた。この年、召使いのメヒタベルが死に、もう一人の召使い、プリザーブド・スミスは筋の通った説明もなしに、もっぱら突飛な話をしたり、ここの匂いが嫌いだとか苦情を言ったりした挙句、いなくなってしまった。こうなると、マーシーは地元の召使いを雇えなかった。それというのも、7つの死と1件の発狂事件が5年の間に起きた件がロハ氏の噂になって、後にはたまらない階段へと拡大していったからだ。しかしながら、結局彼女は町の外から新しい召使いを得ることができた。ノース、キングスタウンの一部、今のエクセターの町になっているところから来たアン・ホワイトという陰気な女と、有能なボストン出身者でジーナス・スローという名の男である。不吉な無駄話に初めてはっきりした形を与えたのがこのアン・ホワイトであった。ヌーセニックヒルの田舎者を雇うとはマーシーもおよそバカなことを考えたものだ。この辺境地味た土地には当時も今も、最も不愉快な迷信が居座っているというのに。1892年という近年にあっても、エクセターの社会では死体を掘り返して心臓を焼く儀式を行っており、これで公衆の健康と平安を損ねるある種の天罰を防ぐのだと言っていたのであるから、1768年の段階でどうだったかは推して知るべしである。アンの舌は致命的なほどよく動き、数ヶ月でマーシーは彼女を首にして、ニューポートから来た忠実かつ親切なアマゾン、マリア・ロビンスを代わりに据えた。その間に、哀れなロビー・ハリスは最も忌まわしい種類の夢や想像の産物のことを声に出すようになった。時々彼女の叫びは耐えられないものとなり、長時間恐怖の悲鳴を上げるようになったので、息子を大学信仰者のそばのプレスビテリアン工事に住むかのいとこ、
ペレグ・ハリスのところに一時的に預けざるを得なくなった。お人よしであるのと同程度にマーシーの頭が働いたなら、彼をいつまでもペレグのところに置いておいただろうに。ハリス夫人が暴力的な発作に見舞われている時に何を叫んだかを、言い伝えは語ろうとしない。あるいはむしろ、馬鹿げていすぎて意味を失うほどに途方もない話を提示している。フランス語の初歩しか勉強したことのない女性がしばしば何時間も俗語混じりの荒っぽいフランス語で叫ぶとか、また同じ女性が、守られた場所に一人でいるのに、何かが私をじろじろ見て噛みつくと大声で文句を言うとか、確かに馬鹿げた話にしか聞こえない。1772年に召使いのジーナスが死に、それを聞いたハリス夫人は笑い声を上げてこれまでに見せたことのないショッキングな喜びを示した。翌年その彼女も死んで北共同墓地の夫の墓の隣に行こうこととなった。1775年にグレートブリテンとの紛争が勃発すると、若干16歳のウィリアム・ハリスは虚弱な体格にもかかわらずグリーン将軍旗下の陸軍観測隊に志願し、この時から着実に健康と武功を伸ばしていった。彼はニュージャージーにあったエンジェル大佐旗下のロードアイランド軍の大尉として、1780年にエリザベスタウンのフィーブヘッドフィールドと出会い結婚した。その翌年彼は名誉のうちに退役し、二人してプロビデンスに帰った。青年軍人の帰郷は、混じり気のない幸福というわけにはいかなかった。家はなお、確かに良好な状態にあり、街路は改良されてバック街からベネフィット街へと名前を変えていた。だが、マーシー・デクスターは往年のがっしりした骨格を失って、悲しく奇妙にも衰弱していた。腰が曲がった痛ましい体になり、声はうつろ、顔は青白く、一人残っていた召使いのマリアもそっくりだった。1782年秋、フィーブ・ハリスは娘を産んだが死産で、翌年5月15日、マーシー・デクスターが有益、金言、ウトクの一生を終えた。ついにウィリアム・ハリスは自らの住居が根本的に不健康な性質を持っていると確信し、これを永遠に閉鎖するための行動を開始した。新規開業したゴールデンボールインに自分と妻のための仮住まいを確保しておいて、グレート、ブリッジの向こうにある発展中のウェストミンスター街により美しい家を新築するよう手配した。そこで1785年に息子のデュティが生まれ、やがて商業地域が散色してくると再度川を渡って丘を登り、エンジェル街のイーストサイド住宅地に落ち着いた。1876年にコアーチャー・ハリスが贅沢だがひどく醜いフランス屋根の邸宅を建てたのがこの場所である。ウィリアムとフィーブの二人は1797年の黄熱病の流行によって命を落としたが、デュティはペレグの息子であるいとこのラスボーン・ハリスによって育て上げられた。ラスボーンは現実的な男で、空き家にしておいてほしいというウィリアムの願いも虚しくベネフィット街の家を貸し出した。デュティ少年の財産になるのだから、後見人として当然の義務だと考え、死と病によって何度も借主が変わり、その家を拒絶する雰囲気が一般市民の間で次第に育っていってもお構いなしだった。彼は苛立ちを感じただけだったに違いないが、1804年、4人の住人の死亡が広く話題になり、死因として当時下火になっていた伝染性の熱病が考えられた際、町議会は用、パール、および小脳でその土地を消毒せよと命じた。彼らはその場所に熱病の匂いがすると言っていたのだ。デュティ自身は家のことをほとんど顧みなかった。というのも彼は成長して視力戦船員となり、1812年の戦争では巨砲に戦長指揮するビジラント号の乗組員として参加するの栄誉に良くしたからだ。彼は無事復員し、1814年に結婚。記念すべき1815年9月23日の夜に父親となった。この日、大嵐が巻き上げた湾の水が町の半分を浸し、ウェストミンスター街にまで背の高いスループ船が押し流され、マストがハリス家の窓を叩きそうになった。
これは新しく生まれた少年ウェルカムが海の男の息子であることを象徴的な事件だった。ウェルカムは父親より早く、1862年、フレデリクスバーグの役において栄えある懺悔を遂げた。彼も、かの息子のアーチャーも、生まれた家について知っているのは、貸し屋にできない厄介者だということだけだった。時代遅れでありまた手入れの行き届かぬ古やらしい胸の悪くなるような匂いがするからだろう。確かに、戦争の動揺のためあまり気づかれなかったのだが、1861年に打ち続く住人の死が焼結を極めて後、その家は貸し出されることがなかった。父兄の最後の人物であるキャリントン・ハリスは私が自分の体験を語るまで、その家のことを寂れてちょっとばかり美しい、伝説の中心地としか知らなかった。彼はその家を取り壊して新しい共同住宅に建て替えるつもりだったのだが、私の説明を聞いてその建物を残すことに決め、水道を引いて貸し出した。以来、借り手を見つけるのに困難はなかった。恐怖は去ったのである。